もケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラシューやっていきましょい。ということで、はい、今回はですね、この緑パーティーで、またチャレンジしていきたい。ただし、今回は、片栗、おでんでやっていきたいと思います。っていうか、もう、その前に、緑をかなり押してくるよね。まあもちろんもう超フェスのね、バウンティが同族キャラがね、まあ緑、うん、ロジャーもおでんも緑で出してきたのがまあ初めて、うん、これフェスでもなかったと思います。うん、っていうぐらい緑環境を一気に底上げしていこうよっていう形で、これね、うん、この今回のステップアップガチャ、まあ昨日ね、来たやつなんですけども、きっと、うん、そしてクザンでミフォーク、そしてこのファーストチケットカタクリミフォーク、うめえ、めちゃめちゃ金使わせようとしとるなっていう感じでめちゃめちゃ伝わってきます。はい、まあなんでね、まあ今回ね、俺これ引いたんですけども、ステップアップガチャのかん、これをですね、まあ今日引いたんですけど、まあ当たらなかったわけですよ。まあ動画になってないんで、まあそういうことです。はい。まあ全部コーラに変わりました。はい、まあなんで、まあやっぱりね、運営からも緑をお前ら頑張っていけと、うん、いう感じで言われてるので、このカチコチカタクリ、このカタクリに関して言うと、ロジャーには負けない。うん。ロジャーとレイリー、ミフォークには負けない。それ以外のキャラクター、怖いです。はい。まあなので、まあこちらのね、カタクリ、そして、おでん。まあこちらでやっていきたいかなというふうに思います。それでは行きましょう。レッツ、スタート。はい、それではやっていきましょう。はい、まあということで、相手さんにね、ロジャー2体いるんで、もう任せてください。このカタクリ様に。はい、まあなんでね、あとは一生がね、守ってくれるかなっていう感じなんです。まあちょっと一生はきつい部分もあるかな。うん。まあなんですけども、もうね、一生のあそこの隕石落とせずはね、もう今の環境やめた方がいい。うん、うん。絶対そうなると思ったな。うん。で、あとはそのね、もうおでんが裏に来るんで、まあ2体編成の場合、2体編成の場合、だいたい C 旗に2体来ることあんまないと思うんで、うん、すぐロジャーが上がってきたりとか、まあこのロジャーに関してでも任してくださいよ。はい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 。一生倒せません。うん、どんだけ頑張ってもロジャーじゃ俺の肩くりは倒せません。はい、まあということで、これがね、やっぱり今の環境してやったり感がすごい強い。あ、もうシャンクスはもうカウンター怖くなくていいです。もうカウンター怖がらなくていい。マジで本当に。もうこんなん突っ込んでいいんですよ。うん。はい。で、食らわないんで。はい。まあなんでもそうなんです。もうアタッカーに対してはゴンゴンいけます。アタック。ただし、今の現環境で一番怖いのはやっぱりおでん。うん。おでん、黒ひげ。まあここら辺がもうマジで本当にやっこいっすね。はい。まあゾロとかもね、やっぱやっこいんですけど、まあゾロ本当に、うん、強いのにね。やっぱこの、ロジャー環境によってね、消されてしまったという感じで、うん、俺が100だったらちょっとマジ今の環境でも使いたい。はい、タイマーなんでロジャーをやっていく。ロジャーをやれる肩くり、素晴らしい。はい、まあなんで、あとはもうここ守っていく。もうとりあえず肩くりはもう自陣から出たらもうマジで終わりなんで。はい、自陣に出なくてもここ、そう、これよ、おでんよ、おでん。マジでおでん、ディフェンダーキラーだわ、本当にマジで。うん、これに関してはね、だからね、ミフォークで行っても、結局ね、ミフォークで行った場合、まあ、俺的の個人的な感想なんですけど、それはロジャーに駆られちゃうんですよ。うん、で、カタクリで行くとね、そうなんですよ。うん、ロジャー、おでんに駆られるんですよ。はい、まあ、という感じで、ありがとうございます。はい。で、うん、だからね、結局行き着いたのが、やっぱり、黒ひげだよね。やっぱり黒ひげ。あいつやばいわ、本当に。うん。はい、まあ、なんで、オッケーっていう感じで。うん。ちょ待って。うん。ちょ。オッケー。危ない。あ、いや、取られてる。握られてる。握られている。じゃあ、ちょっと待って、頼む。うん、オッケー、ありがとう。いや、もう何が起こってるかわからん。とりあえず、ここ取る。あー、ラッセイ。ここ取る。二陣守る。もう一陣捨てよでほしい。頼む。もう三つで十分なんです。私、お腹いっぱいです。三つでお腹いっぱい。あー、で、ここ守れる。いやー、シャン。あ、うわー。Cut.
はい、それではやっていきたいと思います。はい、まあなんでさっき言ってた怖いのがこの黒ひげ、まあ黒ひげとおでんが本当に怖い。でマームに関して言えばね、頑張ればいける。まあただ本当に黒ひげとおでんに関して言うと、もう頑張ってもどうにもならんマジでどうにもならん。はい、まあなんで後ろの肩くりにこのゲージ任せて、真ん中取ってくれたんで守っていきたい。頼む。 OK、 ナイス。まああとは任せてください。ここはもう完璧。嘘、ちょっと待って、それは避けれる。フルチャージしたらもうミホークのやつめちゃめちゃ避けやすい。はい、まあカウンターはもう別にゴリゴリ押していい、ゴリゴリ押していい。俺の肩くりはゴリゴリ押していい。はい、まあなんでそこで、ここで吹っ飛んでけ、どうぞ。あ、ん、どこ行った。そうなんですよね、俺これ やるとね、あのどこ行ったかわからんくなるんですよねあれ結局ミホークどこ行った全く分からへん。はい、だってこれあの攻撃振り、あの攻撃振ってないんですけど、シャンクスとかにこんだけのダメージ入ったらもう十分すぎん。攻撃に振らなくてよくないってもう思ってるぐらい。はい、あーどうまい。ナイス、いいよいいよいいよ、気にせん、別に気にせん。だって回復できるじゃん俺ら。なあ肩グリ、俺たちは回復できるんだよ。よしよしよ、俺挟めよ、あ回復させてあ、おいおでん、いや消えた。え、下行ってる。え、あーまたこれか。これ多いっすね本当に。てかおでんの時がね結構、見失うことが多い。残像だっつって言ってこれなんだっけ、これ残像だっていうやつ何やったっけ、何の、ま、漫画やったっけ。ちょっと忘れたわ。あーそれは避けれる。オッケーで、まあ押し出せ、ナイス。まあここで、あーちょっと待って、あっちちょっとここ、ま、任したいな。ああ虹行ってくれた、ナイス。肩くりどうしよう。はい、まあなんでここは、はい、戻りましょう。で、いやーちょっと回復したいな。フルボッコにしたいな。オッケー。黒ひげの無敵と、こいつの、殴り、最強だね。まあ裏行かれてる。あ、マム一個戻る。戻る。あかん、ちょっとこいつだけは嫌やな。いやーすごい、本当にすごい。もう気持ちいいぐらい食らうね。気持ちいいぐらい食らう。まあまあブーストもあったっていうのもあるんですけど、まあここでまあ俺がやっていく。はい、オッケー、そこオッケーで握ってしまえば勝ち。まあこれも強いよね本当に。握ってしまえば勝ちってよく分かんないもんね本当に。はい、なんで最後はここ守っていきたい。虹守れば勝ち、いける。これで、あ、よしあ、2人揃っておねんねタイム。オッケー、はい、オッケー。はい、という感じで勝ちです。ナイスです。はい、ということで2戦終了です。敵も味方さんもありがとうございました。はい、今回はですね、肩くりおでんでございました。まあね、肩くりに言えばやっぱりロジャー、これに関してはもう超余裕。あとはアタッカー勢、まあでも今の環境で気をつけないといけないのがやっぱり黒ひげ、そしておでん、ここだよね。ここだけうまいこと、あしらえれば、もう最強ディフェンダーに君臨してくると思うぐらい本当に俺は強いと思ってます今の環境ね。まあなんでね、まあぜひ皆さんも使ってみてください。まあおでんはね、もうもちろんのこと、もう、もう今最強ゲッターですよ。はい、まあなのでね、まあぜひ皆さん緑パーティーでもっともっと楽しんでください。それでは終わりたいと思います。じゃあね。